監督を務めさせていただきました。もう本当に胸がいっぱいです。映画大好き少年がそのまま大人になったような人間なので本当に夢のようです。ややこう間違い探しのようなこの尊い登壇者と、この日を迎えられることがしかもこんなスクリーンで、本当に嬉しいです。依頼を演じられました長野さんお願いいたします。おいおいどうしたどうした、全然聞こえないよ、全然聞こえない、役が抜けなくて、役が抜けなくて、はい、すみません2年経ってますけど2年経ってますけど役が抜けなくて、まだ2年役抜けてない、すみませんすみません、それ逆にプロ失格ですけどすみませんすみません、芝居だったら自分出せるんですけどこういうバラエティとかすみません、これバラエティじゃないバラエティじゃないね、全然違う、バラエティじゃないですか、なんか、うん、ケビン・スペーシーを意識してるらしいです。ああそう、すみません楽屋では言ってました、もう何もかもが間違ってるね、うん、村上純さんお願いいたします。こんにちは、このボールみんなのサインが入ってるんですよ。なんで君で、ね、これバスケットボールをいやまあ僕が小学生の頃校庭開放ですごいかっこいいお兄さんがいてバスケットをシュートを練習されてて、後々その知ったことなんですけど、まあその時に教えてくださったのがそのかっこいいお兄さんがタンクトップでボールはこう放物線でこう山なりにシュートをするんだよっていうことを言われて、そこからはもう山なり兄さんと僕は呼んでですね、その山なり兄さんがある時からコンビニに行ったりとか本屋さんに行くと山なり兄さんが本の表紙になってるんですね。それが村淳さんだったと。だ僕の中ではもう山なり兄さんなんですよね。でもなんかね、近所の学校にタンクトップ一丁で校庭に入るってもうギリの兄さんですよね下は履いてますよ、タンクトップ一丁下は履いてるでしょ、そっちへそっちへ、もう、はい、マスコンさんいらっしゃいますからね今回ね、はい、うん、今日はじゃあ久しぶりにその山なりが、そうですね、僕楽しみに怪我のないようにしてくださいね、その辺だけで見るんで、これ皆さんのサインが入ってるんですね、です皆さん気をつけてください、ね、全員のサインが、全員のサインが、思いのほか硬いですからね、うわすげえ、山成兄さんのシュート、山成兄さんのシュート、ちょっと硬くて重い、山成兄さんのシュートだ、いやいいね、地球指大丈夫ですか、地球指大丈夫ですか、取り合いになった、取り合いが大丈夫ですか、それ持ってていいよ、自分は受け取った方が取られないようにすぐ股間に挟みましたリリーさんはもうそっちへそっちへいやそうしてらっしゃるからそう言ってるだけですお仕事のことでもいいんですが伺いたいなと思っているんですけれども、高橋さんから言ってもいいですか、はいはい、さっき分かった事実なんですけど、一番最初の出会いを間違えてる方がいて、僕が一緒にご一緒したのは僕の記憶ではその作品だと思ってたんですよ、うんうんうん、なんですけどご本人は全然そうじゃなくて、うんうん、全然その後の作品でご一緒したと、まあ、正直言うとイリュー2だと思ってたけどもね、僕はその前のドラマで二郎さんがその八百屋さんで出てらっしゃったんですね、で僕そこで初めて二郎さんとご一緒して、何をやってるのあなた、それはどうしたのそれっていうお芝居を初めて、そういうセリフ回してたの、俺全然進歩してねえな、あそこだってそれ伊勢君だって10まだ15歳ぐらい17とかですね、え17ですね、そうでしょ、はい、で多分俺が27、8とかそんなんですよ、そうですよね、だからまあごめんなさい他の作品申し訳ない、イリューのさらに10年前とか、ね、そうですよね、はい、その時に伊勢君とやってたんです、出会ってたんですね、僕でもそのドラマの時もその時はお世話になりましたって話してるんですけどそれも多分覚えてらっしゃらないんで、もうしょうがないなっていうふうに思ってますね、そんなこと言わないで伊勢くん、はい、うん、もう本当にこれっきりで、なんでなんでだよどうしちゃいましたが